今さ、今日のお洋服考えてたんだけどさ、今日着たかったね、今日履きたかったね。まあオンラインだからぶっちゃけブーツは見えないんですけど、めっちゃむくんでるね、私顔めっちゃむくんでる。そう、なんか今日履きたかったねブーツがねあるんですけれどもね、それがね届きましたって連絡が来て、うわーみたいな、今日かと思ってめっちゃ迷ってる。取りに行くかもう履かないか、どうしよう。今日届いたの、どうしよう。今日肌寒いね、寒いね今日。朝起きたら私いつも換気するんだけど、めっちゃ今日も私久々にむくんでる。昨日カレー食べたからかな。取りに行ったらだって。でもまた帰ってくるのめんどくさいなとかもね。ちょっと耳にゴムしとこう、ちょっとむくみ取れないと。オンラインの時恥ずかしい。今日は何着ようかな、どうしようかな。でもさ、服だから、靴だからさ、裸足でさ行くわけにもいかないじゃん、お店までね。うんって感じ。まあ事務所にその靴を置いておくっていうのも一個の手ですよね。今日はオンラインなのです。でもさ、ぶっちゃけオンラインだからさ靴見えないじゃんリアルだったらさ、みんな靴ね可愛いでしょって言えるけどさ、オンラインだから靴見えないから、まあいっかとかも思っちゃったりする。ね、最近このリップにハマってる。オンライン久々です、だってドキドキです。そうよね、オンライン久々、みんな来てくれるのかな。それこそ当日券ないのかな。こんにちはだって、こんにちは。何着ようかな、寒そう。今日2部あります。私は5時15分から2部ですね、遅め。髪色素敵って、髪色もう結構抜けてきちゃってるよ。次の髪色どうしよう、もうピンク要素ゼロだよね、マジでどうしよう。次に暗くしたいなとかも思うけど、暗くしたらなんか明るくしたくなるんだろうなと思うし、暗くしたらもう髪がって傷んじゃうのでめっちゃ迷う。今日
参加しますだってありがとう。なんか今日参加しますって人多い。朝から美容室にて気合を入れてきました。やったね。気合い入れちゃったの。何しようかな。ちょっとピンクかな。初めましてだって。なんか最近ショールームで初めましての人多いですね。初めまして。それこそなんか NGT のファンの方、この前一緒にやったじゃないですか。 NGT のファンの方から NGT のメンバーさんもショールームしてる方が多くて、そうで、それであの毎日配信私がしてるから、お星様とかね、その集める時いつもショールームで見るから、そう HKT の中でもお顔が分かりましたみたいな言ってもらえる方が何人かいらっしゃって、そう嬉しかったですね。確かにショールームはどのグループもしてるから、そうそうそう、だからそれでね分かってもらえたんだって。なんかちゃんとショールームしないとと思ったボサ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 配信やめないとと思ったのに今日ボサボサ。そうなんです、言われましたね、ありがたい。だからそれ方が2日目とかに来てくださる方が多くて、そうそう、確かに配信見ないとさ、お星様とかもらえないじゃん。だからそういうので覚えてもらえるんだなと思うと、なんかショールームやっててよかったなって、続けててよかったなってめっちゃ思います。そうなの。最近初めましての方が多いですね。なんかありがたいですね。なんか本当に「しばらく明るくできませんよ」って脅されるのやめてほしい。本当にそう、本当にそう。今日はオンラインおしゃべり会なんですけども、今日はメイクさんがいらっしゃらないので、この前のね、先週あったおしゃべり会の時はメイクさんがいらっしゃったので、そう私こんなツインテールでそうおしゃべり会とかしたりしたんですよ。激レアですけど、今日はもういないので、そうなの、いらっしゃらないので自分でやらないといけないのですね。はい、ほらストレートにするか膜にするかめっちゃ迷ってる。どっちにしようかな。染めなかったらどのくらい色が抜けるんですか。だってもうね1ヶ月経ってないけど、ほとんど1ヶ月経ったので抜けるのはもうこの辺までだと思います。なんだけどここら辺まで私ブリーチしてるんですよ、毛をね。そう8月くらいだからこのくらいかな。だからここら辺の色が多分なんかこう段差になって変わってくるって感じかな、染めなかったら。うんって感じ。ここら辺の色自体はもう抜けないと思います。だけどここら辺がブリーチしてないのでちょっと暗くなっちゃって、こうプリンで汚く見えるって感じですかね。そう、そういう質問めっちゃ聞かれる。ここら辺までかな。8月にさ、すっごい明るい色にしたじゃないですか、ディズニーに行く時。だからその時にここからブリーチをしたので、でブリーチここからしてないんですよ。そうしてないから、ここの辺の色はそのただの色ってか、普通に私の元の髪、ここら辺はブリーチって言って、髪の色を、髪の色素みたいな、髪の色を抜いて一回マッキンキンにするんですよ。
そっから色入れていくっていうのをしてるんですね。そうなので、そういうのここはもう伸びてきた、ここら辺はしてないから色がちょっと違うんですよね、入ると。でも私はプリンをが嫌なので、そう、それがまだわからないじゃん、そんなに。だからポニーテールとかするとめっちゃ目立つ時ある、たまに。めっちゃ目立つ時ある。なんかこう生え際がこうなるので、そう、ここら辺の色がめっちゃ目立つから、そういう時はポニーテールしないようにするんですけど、まあ、今はそんなにですね。まだ全然。花さんの卒業コンサートの時に染めたから、9月26日に染めたから、全然まだまだ1ヶ月も経ってないから可愛いです。はい、リップと髪色は合いましたって。これはなんかそんなに唇が腫れないので、ショールームに持ってこいで、色もついてかわいい、ショールームに持ってこい。こんにちはだってね。えめっちゃ今さ、めっちゃアサイーボールが食べたいんだけどさ、めっちゃ食べたすぎて、めっちゃめっちゃ食べたいね、めっちゃ食べたいんだけどねえ、食べたすぎるんだけど、配達しちゃいたいくらい。めっちゃ食べたい。ピノクマ可愛すぎていっぱい保存した、ありがとう。めっちゃ人気でしたあれね、アサイーボール食べたい。昨日食べたすぎて私ずっと動画作る動画見てた。アサイーボール食べたい。配達しちゃうか迷っちゃう、今日時間があるから。お昼ご飯にしようかな。でもさ高いんだよね、そのまあ、フルーツ乗ってるからもうあんなもんなのかもしれないって思ったらあんなもんかもしれないんだけど、なんか1600円くらいすんだよ、1700円くらい。普通に高くないですか。今の一番のお願いは私に野菜ボールを買ってあげることですねえ、優しい、ありがとう。1608日アサイーボールってどんな味だって、すごい。アサイーボールすごい、めっちゃ、どんな味ですかっていっぱい来てる。アサイーボールはなんて言えばいいんだろう、なんか言ってしまったらブルーベリーみたいな、ブルーベリーをの酸味をちょっと抜いて、もうちょっとなんか植物の味にして、けど蜂蜜とかをかけた感じ、甘くない、なんかもっと植物の味って感じ。植物の味って言ったら美味しくなそうだけど、なんか酸っぱみはないかも、なんて言えばいいんだろう。でもフルーツがその分乗ってるんですよ、フルーツ、バナナ、イチゴとかブルーベリーとか、あとなんかでもなんて言えばいいんだろうね、女の子が好きな味だと思う。男性の皆さんはめちゃ多分だったら焼肉行きたいと思うと思う。焼肉定食食べたいとかだったらラーメン食べたいって思うと思うで味けど、なんだろう、なんかハワイとかに行ってるイメージなのかな。
子とかは最近流行ってるから、なんか本当にあれの、あの何、別になんかそういうのが好きじゃないかったらなんでこれが美味しいんだろうってなりそう。好きな人は好きだなって感じ。フルーツとか好きだったら好きなのかな。でもフルーツが好きじゃなかったら絶対に食べられないと思う。ザビーが美味しいですって。そう、ザビー、東京にあるザビーっていうところのアサイボールが本当に美味しい。アサイボール食べたことないですって。食べたことないね。でもさ、なんか売ってるところが少なすぎてさ、なんかそれ自体に味はないんですからって。なんか本当に一番近いもので言ったらブルーベリーだと思うよ。なんか色もね、調べるね私が。浅い味、ほら、アサイは甘み酸味苦味はほとんどありませんだって。無味無臭ですって。だからアサイ自体の味は淡白なため、他の植物との、あ、他の食材との相性抜群です。はい、だからそうやってバナナとかブルーベリーとかを入れるんだろうね。すっごい流行ってるよね今ね。乗ってるフルーツは全部食べられるだって。私バナナが苦手ですって。あー、バナナが苦手だったりしたら多分もうダメですダメです。でもたまにお店によってはその選べるお店もあって、なんか乗せるものとかもあったりするんですけど、難しいね。なんか流行ってるのに何かよくわかんないから難しいね。私がでも今食べたいなって思う感じ。食べたことないですだって。多分行ってしまったら、あ、そうそうそう、タピオカが流行ってた感じと似てるって感じですね。はい、あのタピオカがめっちゃ流行ったじゃないですか。あれの感覚と似てる感じ。多分何年かに1回日本にめっちゃ流行る時があるじゃないですか。あれが今はアサイボールって感じかな。そう、タピオカもめっちゃ流行ったじゃないですか。あんな感じが今多分すごい流行ってるんだろう。なんで流行ってるのか知らないけど流行ってるんだろうね。あ、でもなんかアサイボールダイエットみたいなのめっちゃ最近流行ってるよね。ただタピオカとかも最近全然見ないもんね。私たまに飲みたくなってゴンチャとかね頼んだりするけど、お店行ったりするけど全然流行ってないもんね。だって前歩いたらタピオカ屋さんあったくない？横見たらタピオカ屋さんあって、また横見たらタピオカ屋さんとかあったりしたもんね。ねえ、めっちゃタピオカ屋さん、はぁみたいな。ここにも、しかもタピオカのその食べ比べとかお店によってタピオカが違うからタピオカとかしてたよね。でももう今ほとんどないんじゃない、タピオカ。だってお店とかもなんかない時あるもんね。だって私が好きなタピオカ屋さん潰れちゃったもん。ゴンチャだって、ゴンチャ美味しいよね。それこそなんか業務スーパーとか私行ってタピオカ、冷凍のタピオカを買ってそうしてたりとかしたもん。
デトンタピオカ買ってタピオカ作ったりしてた。でもタピオカこそ何って言ったら分かんなくない？なんかねえ、見た目もなんか不気味だし、あんな感じの感覚。アサイーも何ですかって言ったらよく分かんないよね。ああ、ロールアイスだって。そう、ロールアイスも流行ってたよね。でもロールアイス今マークイズのお店できたよね。めっちゃできてる。マークイズのなんか1階のところにロールアイス屋さんができててびっくりした、この前。てかマークイズめっちゃお店変わっててびっくりした。そう、あのロールアイス屋さんができてました。びっくり。あそこね、コロコロお店変わるんですよね。そう、階段のところかな。そう、階段降りたところのすぐところのとこにあった気がする。何が流行ったかな。いちご飴？かな。マークイズにマックができたのがとってもありがたいですって。みんな行ってるの？やっぱマック。私もう2回くらい行ったよ。誰も会ってないけど。2回ぐらいもうできて、8月にできて2回も行きました。ありがたすぎ。ティラミスだ。ティラミスね、ティラミス最近全然見ないね。おむすび、そう、おむすびとかも今なんか流行ってるらしいよ。すごいよね、なんでって感じ。何何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 何も怖くないけど。マック高校車輪ください。私まだ食べてないんだよね、あの線のなんだっけな、丸亀のうドーナツ。早く食べないと。なんか秋限定の味がめっちゃ美味しそうなやつあったけど結局行ってないよ。駅に着いて誰も待ってやしない。あ、今日はあれですよ、思い出した思い出した、あのラジオ聞かないとです。はい、ラジオ聞かないとで、なんと今日はもうお待ちかねです。あの10月の10日に聞かないとの公開収録をしたものの、オンエアです。あの50分も収録したものが、30分にどのくらいなってるのか私もめっちゃ楽しみなんだけど、やっと公開収録分の、はい、です。なんかね、もう何話したのかさっぱり覚えてないんだけど、いろいろ話しました本当に。だからあのカナイトの公開収録に来てくださった方はね、その時がここがこう使われたとかね思うと思うんですけど、来れなかった方もこんな感じの雰囲気だったんだって思うと思うので、私もどこが使われてるのか、そう、全然ももさんと話してないからわかんないんだけど、そう本当に盛りだくさんなので、皆さんいっぱい聞いて、いっぱいハッシュタグでね
ラジオ聞かないとつけてツイートしてください。まだまだトレンド入りを目指しています。はい、1週間前なのか。1週間前なの？え、2週間前、1週間前、早いですね。宮崎 D だって。ももさん、私ももさんって呼んでんだよね。そうなの。なのでラジコで皆さん聞いてください。普段のなんか聞かないとの収録の時とテンション感もやっぱみんなが前にいるから私もすっごい上がってて楽しかったからちょっと違う雰囲気かもね。そうそうそう、なんか3、あ、私でも面白い。1回目って1回目って最後めっちゃ面白かったじゃん。今思い出した。何が1回目で何が2回目で何が3回目なのか全然もう分かんないんだけど、記憶がもういろいろ点を思い出してて、1回目は最後がめっちゃ面白かったので、なので皆さん何が面白かったのかお楽しみにしながらラジコで聞いて、聞くね、だって聞いてね。いや相当編集大変だと思います。はい、相当大変だったと思う。もう編集泣かせ、マジでありがとうございますって感じです本当に。なので皆さん今日はオンラインがありますけれども、それ終わった後ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。はい、23時30分からです。はい、よろしくって感じかな。明日は夜配信したいと思います。遅めにしようかな、皆さんお仕事終わってからがのが見やすそうなので、はい、遅めの配信にしたいと思います。8時とかそのくらいの時間にしようかな。お願いします。はい、ではランキング見たいと思います。13位が吉野さん、12位がゆかりんちゃん、11位がガオ、10位がジャンさん、9位がゆうたパパ、8位がかやさん、7位がよりか、6位がただのさかなさん、5位がボーダー、4位がトマさん、3位がタナベッチ、2位がヤスさん、1位がハセボナテちゃんでした。ありがとうございました。この前、昨日、一昨日、一昨日の公演楽しかったかな。1月目なのでドキドキでした。ありがとうてっちゃんでした、ありがとう。ちょっとアイテム全然読めてなかったのでお名前だけ読んでいきます。まいちゃん、たかよじ、ガオ、トラスタンさん、ゆかりんちゃん、ガオ、まいちゃん、おくじ、ゆうたパパ、ザキザキザッキ、原始人さん、ブルーリング、かちとまさん、なるちゃん、ハリーさん、ジャンさん、そうさんぽ、原始人さん、佐世保のてっちゃん、ありがとうございます。ただのさかなさん、ありがとうございます。なるちゃん、ありがとう。感じかな。みんなの分読めたかな。ありがとう。はい、では皆さんまたね、バイバーイ。アイテムもいっぱいありがとう。何着ようかな。オンライン頑張りのちゃんだって。頑張りのちゃん、バイバーイ。